えー、こんにちは。吉谷さん。あの、まあ、情報の量とか質の取り込み方が悪いと、次に探す情報の質も悪くなるし、あとね、こう、質の悪い情報が必要だと思ったり、あ、これが自分を一番楽しませてくれるものなんだっていうふうに勘違いしちゃう例があるそうなんですよね。だこれをね、 さまざまな例で教えてくれた人がいてもう随分前のことなんで忘れちゃったんですけどもうんとまあ網だくじを渡されてね網だくじをこうやって渡されるじゃないですか。で選んでいいよって言われて選ぶんですけどもその紙に書いてある網だくじの全てがあのバットな結果なんですよね。なんか病気になるとか怪我をするとかお金が盗まれるとか。 友達がいなくなるとか、なんかそんなことが書いてあって、全部なんかこれ、不幸の手紙じゃないかっていうふうにね、お話したんですよね。そうすると、あの、その、引くべき阿弥陀の紙そのものが全部そういう選択肢なんだよ、お前の人生は。っていうふうな教訓だったんですよ。だから、選択肢を示してある紙そのものを選ばないといけない。別の阿弥くじの紙を選ばないといけないんですよね。でも、 目の前にあるものの中から人はすぐ選んでしまって、ちょっと待てよと。この選択肢自体がもう根底からおかしいんじゃないかなってことで、別の選択肢を探しに行くってことをしないでしょと。もちろん別の選択肢を選んだ結果、もっと悪い網だくじを引かされる例もあるんですよ。だから常にどこに目を向けていくかと、どの選択肢の中から何を選ぶかっていうことをね、考えていかなくちゃいけないと。 だから多分、あの、これから類推するにね、まあ就職ですとか、資格を取るとかね、経験をまあ積んで何かをするっていうふうに、一定の時間をかけてやらなければならないものっていうのは、今の時代にはそぐわないんだっていうことなのかなと思うんですよ。それどういうことかっていうと、 何か力を貯めるためにあまりにも時間を使ってしまうとねそれこそ年単位で時間を使ってしまうとすでにトレンドやマーケットが過ぎているからさあ培った経験とか資格とか能力とか学歴を持ってことに当たるぞと思ったらもうすでにその道に進もうと思った時のものは全部過ぎているっていうことらしいんですよねだからこう半歩先とか一歩先とかっていうものをまずはおぼろげながらに チョイスしておく。だから目の前のことを目の前の成功例をなぞるんじゃなくてその向こうにあるまだ誰もがおぼろげながらにしか見えてないものを学び始めて近づいてくるに従って軌道修正してトレンドがストライクした時に一番近くまで引き寄せられているっていう状態がねいいんだよって言われてまあなるほどなぁと感じるところもあったわけですよね。 だからそう考えてみるとあのこう情報商材ってね大きな括りで私たちの、まあ、商売のことを言いますけどもその情報商材のの時代ってのはやっときた,たけどもこれから仕掛けようと思ったら情報商材を扱うための時間がかかるから力をつけてさあ使おうかなと思った時はもう過ぎているみたいなことになるんではないかろうかともう次のトレンドがね来ていたりとかするわけですからね。 まあそう考えたらあとインターネットの世界に入ってすぐに投資をずっと考えていてねその投資の中でマンゴー通貨とか FX とか株式みたいなのを見ていたのはちょうどタイミングが良かったんではなかろうかって希望はするんですよね、まあ、もしかしたらそれも遅かったのかもしれないんですけどもうんただまあ投資はね情報商材と似たようなところがあって銘柄が選べるんですよねでつまり、今、蛍光灯を作る会社とか、 あの ADSL 回線を一生懸命取り組む会社の株を買うことはないんですよね。<laughs> やっぱり 6G を模索しているものとか、あの太陽光発電はもう過ぎたけども再生可能エネルギーにまあ舵を切った会社とか、でそういったところに薄く広く分散投資しといて、で 時間とともに育ってきそうなものにさらにボリュームアップして一点集中していくみたいな感じでねバランスをこう変えていくっていうことじゃないかなと思うんですよねだからまあ10年後のために今日から千里の道の一歩の一歩を踏み出してきたかどうかっていうまあいつものパターンになるわけですよねだから今日の一歩っていうのは今日を過ごすためのものもあるんだけども千日後の千歩目のその最初の一歩でもあるということでねじゃあ未来のために 始めたことが今日はあるかなとか考えていくと2022年の12月31日までに完成させたいものっていうのは今日から100あの200日かけて取り組んでいくべきなのかなとかねまあそんなことを考えてね、うん、だから時間が来た時に何もしてなかったってことに気づきすぎなんですよねきっとねああそんなの今言われてもやってないよみたいなね <laughs>、うん、だからやっぱりこう年齢に応じたあーなんかね その生活を手に入れたければまあ30になった時にまあ、15歳ぐらいから始めてるものが花開くとかね、うん、10, 10歳ぐらいから始めてるものが花開くとかねまあそんなことだろうなと思っていたんですけどもじゃあ具体的にそれが何があるかって言ったらあの実はねあの指示語っていうのがあるわけなんですよこれいきなりなんか聞き慣れない言葉ですよ指示語っていうのがこれねコソワド言葉ともいいんですけどもこれそれどれ あれとかね、うん、なんかこれから指示語って言ってどれを指すかって言葉なんですけど会話の中でこのコスワード言葉がいっぱい出てくる人っていうのは多分あの何自分の話が人に伝わってない可能性が高いって感じないといけないらしいんですよ。うん、でその時から現代国語とか国語の授業では繰り返し繰り返し出るのは。 この文章にある、それとはどれを指すのか答えなさいみたいなのがあるんですよね。そしたら、それって言ったら、あ例えば、向こうの山を指さして、えー、何太郎はこう言った。それはどのぐらい高いんだいのそれをゆ、何、答えなさいっていうことはね、向こうの山って答えるわけなんですよね。でも、普段の会話で、えー、このね、コスワード言葉、これとかそれとかあれとか、あ,あれあれとかね、 つい出ちゃう人っていうのはあのおそらくね聞いいててる人はね、ね。何のことか分かってないんですよ、ね、だからコミュニケーションが全然成り立ってない可能性があってそのうちに意味が分かんないことをつらつら言われるけどもこいつに聞き返すのもめんどくさいから分かったふりしといて「もうさよならさよならしちゃおう」っていう風なこれ聞くのが苦痛になっちゃうんですよねで結果何か分かり合える人が全然いなかったりものすごく頭がよくってその訳の分かんないその会話の中からね おそらくこういうことを伝えているんではなかろうかっていうふうに推測できる人とか本当に受信力高い人っていうのはその普段他の人が聞いたらもう全然尻見つめそなことからなんか正解を導き出してね少ない情報の中からそれでなんかコミュニケーションを成り立たせるみたいな人いるんですけども、うん、これね一体何が言いたいかっていうとその子育て言葉指示語っていうのはなんでねあれだけ繰り返し繰り返し国語の授業で出てきたかっていうと小学校中学校高校と場合によっては大学でも出てくるわけですよ。 そのぐらい人の会話ではコソワード言葉が間違えて伝わりやすいからより具体的に指示語を使わずに、えー、もうなんかまあ答えのナンバーでね名前で答えた方がいいよってことらしいんですよねめんどくさいかもしれないけども固有名詞を何回も何回も出していくことによって分かりやすくなるっていうことらしいんですよであとはね丁寧に伝えるってのはきっとその固有名詞をいっぱい使ってコソワード言葉を使わないってことなんですよねだからそういういうな あのコスワード言葉指示語を使わずに個別具体的な名称とか現象とかで繰り返し伝えれる人っていうのは分かってもらいやすいということでこれは何を意味するかっていうとねあのまあ二十歳過ぎたり三十過ぎたり四十過ぎたりとかして話分かりやすいよねって言わせるためのことは実は小学校10歳ぐらいから始めていなきゃダメだったんだよってことなんですよね。う ななんかねなんでこんな問題出すのかなってずっと思うわけですよ私の場合はあの国語の問題にしても大学受験の時特になんですけども、まあ、代々木ゼミナルで教わったのはなんでこういう問題を出すのかっていうことは多くの人が間違えるからなんですよねだから問題として出してるで問題と出して100人中99人が当たり前に正解しちゃうようなものってのはでに問題として成り立たないんでこれを出したらみんな間違うだろうなみたいなことを問題で出すんですよね だからその問題に向かって教育ってのが小学校中学校と積み上げられていくっていうことなんだろうなと思うんですよ。うん、だからその象徴的なものとしてあの社会に出てね会話が上手な人と会話が下手な人とあなんか面白い話がいつでもできる人とあとよくわかんない人の会話から多分こういうこと言ってるんだろうなっていうふうに読み取る人っていうのがこう明らかに分かれるのは、うん、その時からのこう積み上げをやっていってね ちゃんんと受験ののための点数も取るんだけけども、も将来社会で使ううための点数も取っていいる人なんだということらしいんですよ。うん、これがね代々木ゼミナールでもうちょっとね上手に説明してくれたね人気のね山口先生っていう現代高校の先生がいたんですけどねその人はねなんか私が今やったことグダグダ言ったことを3分ぐらいで説明するんですよこれから3分で説明するから頭に入れといてよっていうか絶対に頭に入るからねって言われてね <laughs> すごい自信だなと思って聞いてたら本当に頭に入ったんですよ あなるほど、問題出てるってことはみんなが間違うからなんだみたいな感じなんですよねで多くの人がその問題を解けずに間違ったまま社会にうようよしてるからこの問題を通り抜けて大学事件成功したらまず勝てるぞみたいなことなんですよね <laughs> なんかそんなことまで言ってましたよ、うん、まあこれはねあの大学のブランドに関係なくその授業を受けて現代広告の真髄が分かった時にそれがあ役に立つっていうことらしいんですよ もう繰り返しますけども、あの問題が出るってことは多くの人が間違えるからってことでその問題をくぐり抜けた人っていうのは間違いないなんか数少ない人なんですよねだから間違いない数少ない人でこの情報のやり取りが成り立つからあの高いレベルでの会話っていうのはついていけない人が多いらしいんですよ。でついていこうとすると一緒にいてもすごく大変なんでだんだん離れていって、まあ、似たような人と会話のレベルが合っていくみたいなね。 うん、だからその情報商材がなんでね詐欺だって言われるからもここに繋がっていて情報の処理ができない人が情報商材のレベルの高いのを買っちゃうと全然わけわかんないからなんだよこれってなっちゃうんですけどもでも情報の咀嚼力がね高い人っていうのは二足三問の情報商材からでもこれでどうやったらければいいのかなっていうふうに自分で保管してですね考え方をで情報商材の中に搭載してないことまで、えー、こう業間を読んで作り上げてしまうから結果が出やすいらしいんですよねまあなんかね まあ吉田さんのさっきの動画見てて、いろいろと考えてたら、あ、なるほど。あ,あの、二十歳前で、まあ、予備校行ったんですけど十、ね、18歳ぐらいで。あの、予備校の山口先生が行ったことってのを、いまだに使えるな、みたいなことを感じたんですよね。もう、まだに使えますね。あのー、18区で。なんか、たかだか大学受験で教わったことが、まだに使えるな、と。 思っているところなんですけど、ね、まあもしかしたらね、うん、私一人が思ってるだけかもしれませんけどもでも納得できるなっていうのは問題が出るってことは多くの人がそれを間違えてその問題で挫折してそれで未来の道を塞いでるからそれをくぐり抜けていったら数少ない勝利者になれるってことらしいんですよねだからたくさんの問題が解けるっていうのは、うん、本んとすごいことだなと思いましたね。で解けた頭で新しい問題の時にいくからそれもまた解けるみたいなね。 なかなか意義深い、意義深いなんか講義だったなと思いますね。うん、予備校すごいな、言ったらっして。